皆さんどうも、ピーマンです。今回は俺と横浜の143日物語実況39回目になりますぞい。今回はですね、前回に続き中日3連戦の2戦目をプレイしていきましょう。現在チームは連敗中ですね。2連敗中ですよ。そして順位は現在リーグ3位です。1位とは 2.5 ゲーム差。んで、今回戦う中日とは1ゲーム差なので、まあ、結果次第では2位に上がることもできるからね。また連敗が続いてます。止めることはできるか。止めていかないとダメだよね。本当にクソみたい、もう本当にクソみたいな試合が続いてるからね。もう今日は勝ちましょう。圧倒的勝利を収めましょう。もう負けたら切れるわ。本当にいつも切れてるけど、いつも以上にブチ切れたいと思うんでね。いけるでしょ。さて今日のベストオーダー、まず投手からね。今回チームがピンチになると私ピーマンが監督としてプレイしていきますからね。伊能くん、どうだろう。調子は悪いが結果は残してくれるか。大丈夫か。いけるだろう。何度も打たれてる選手だけど、ちょっとだけ期待してみよう。でスタメンはね、荒波が調子悪いのか。じゃあ今日荒波をちょっと下位打線に落としてですね、どこまで落とそうかな。迷うな。こうだな。7番に落として、で3番にロペス、ほんで5番バルディリスで、よしよし、このベストオーダーで戦っていこうかな。6番ミネイとかも超不安ですけどね。勝っていくしかないんです。よろしく。必ず勝とう。イエース!やっていっちゃうぜ!今日も黒星!つかすわけないでしょ。つけるわけないでしょ。もう黒は嫌だね。見たくないね。白一色にしたいね。オッケー、いいの。イエース、ナイス、頼むよ。ほんで、打つ方ではどうなの?打つ方では早く、1点を取ってくれ。おー、ロブスイートからの筒香。イエース、スーバルディリス。イエース、ナイス、この3連打、イエース。先制点だ。さて、1点取ってくれた、イノ。最後のピッチングを見せていこうよ。ここで同点なんてやだよ。はい、素晴らしい。完璧に抑えたね。今日は勝てそうな感じだよ。お、まだチャンス。からの?からの?からの?ここでゲッツー打っちゃう。併殺だ。ありえない。梶谷帰れ。グバイ、梶谷。でもいい。投げる伊能が今完璧に抑えてくれてる。はい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 。まだまだ。まだ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 入れていこう。2点目かも。2点目ウェルカム。ダーメ。あかん。出た。わかるわかる、すごくわかる、共感できるね。よくいるんだよね。途中でなんかおかしくなるやつね。2者連続フォアボールもあるよね。どうするこれ。ここで赤坂、誰だこれ。なんでこんなよく知らねえやつが4番してるんだ。よくわかんねえだ。コーチ派遣だね。まず落ち着け、まず落ち着け。慌てることはない。フォアボール与えすぎだ。お前はそういうピッチャーじゃないだろ。抑えれる。ここで欲しいのはゲッツーだ。三振でもいいけどね。OK。頼むよ。どうした?イエース!ナイス!マザーワンアウト!これで二塁一塁。欲しいのはゲッツーだったんだけどね。さて、エルナンデス。いや、ここも勝負していこうよ。はい、ゲームセット。はい、ファック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 。はぁ。打たれるかね、エルナンデス。エルナンデスのスリーだ。いや、わかりました。わかりましたよ。実にね、いるよね。そういうやつ、世の中にたくさんいるんじゃないかな。俺もなんか打たれると思う、エルナンデスね。でもまあ、チームの援護を信じましょう。勝負した結果、打たれただけでしたね。お、伊能が自援護したよ。2点目を入れた。で、ギグス。うわぁ、この中で打てないのか。まあ、1点差だからね。大丈夫。自援護したんだ。勝てるよ、今日は。これで負けたら。負けるわな。でも、あそこで打たれてるようじゃ。ほんで、盗塁でピンチを招く。もう、打たれんなよ。亀沢だ。大丈夫。慌てることはない。もう、フォアボールが与えすぎ、あんたは。そこから崩れるっていうパターンがもう完全にパターンになってる。パターン化しちゃってるね。この打球は、アイモライトオーバー。もうなんでいとも簡単に打たれんだよ、お前は。なんなの、本当。お前なんなの、本当に。やめろよ、野球選手。もう頼むから抑えようよ。ひどすぎるだろう。俺も野球選手になろうかな。めっちゃ簡単なスポーツじゃんね。はあ、もうこのイニングも点を打たれ。
もうね、3回までパーフェクトで4回からもう突如豹変するやつ多すぎ。何がしたいのかわかんねえや。はい、3点目、見てないっす、見てないっす、荒波よ。いや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 、石川。フォアボール、からの、いや、代打。もう使いません、使いません。伊能みたいなゴンピッチャーがいたらダメだ。勝てない。ピッチャー今が誰？代打行く。絶対ここで追いついてやる。大野。いや、もう対左に強い田村でしょ。このために田村がいるからね。ここで打てなかったら田村もう、この球団から出て行ってもらうよ。頼むよ。イエス、ほらね、言ったでしょ、俺の宣言通り。絶対打つと。はい、終わりました。ありがとうございます。非常に硬な試合でございましたね。はい、また続きますね。はい、11点目入りましたね。ボコボコですよ。中日弱い。最高。ありがとう。今日はもう勝ちですね。あー、気持ちいい。あー、野球って素晴らしいスポーツだね。本当にね、ありがたいですよ。よく打ってくれた素晴らしいギグスの満塁ホームラン。いや、もう締め固め送りましょう。早い段階でね。今日はもう勝利確実なんで、ここから負けることってないじゃん、ありえないじゃんっていうね感じでね、もう勝ちですから、はい、もう簡単でしょ、もう何のプレッシャーも感じないもんね。これで打たれる方が俺は心配になるね。はい、もう打たなくていいよ。次に残しとこって、エネルギーは次に残しとこ、次に使えばいいからね。はい、ガッツも抑えて。いいね。はい。あ、まあ、ピンチ招いちゃう。ノープレッシャーなんか投げてピンチ招いちゃう。いや、でも、全然いいんだよ。抑えていけばね、勝負していこう。逃げる必要はないと思うんで。はい。抑えれるでしょ、大原くん。はい、オッケー、ナイス。いいじゃない。ルナン大使、いいコース攻めてるよ。はい、三振、素晴らしいね。ほー、いい感じ。お疲れ様ね。今日2イニング投げて0。なあ、このプレッシャーない場面ですから。何度も言いますが、ここで打たれるようなやつは一つの病気を持っていると思うからね。まあ、病院に診断しに行くことをおすすめするよ。いや、もう残しとけって。もういかんって。やめろって。もういいんだって。いらないって。そう。もういらない。いや、止めてあげよう。14点も取ったらもう、中日ファンが減っちゃう。ただでさえ少ない中日ファンがね。誰も見なくなっちゃうから、野球っていうスポーツをね。はい、8回の表行きましょう。2イニング投げてもらおうかな、このピッチャーには。はい。え？よし。併殺だね。んで、はい、9回行こう。もういい。皆さん見て。もう、バルディリスはここで打たなくていいっつってんのに。そんな数字だけ上げても実力を磨きなさい。もっとね、ちゃんと打ちなさい。ちゃんとした場面で。こんなところ打たなくていい。はい、最後押さえて。はい、ゲームセット余裕の勝利でしたね。今日先発誰でしたっけ、あいつ誰でしたっけ。いや、覚えてねえな。覚える必要もねえな。勝ったんでね、名前の方は覚えてませんけど、誰が投げたのか記憶ないけどね。いや、気持ちのいい試合で、本当に、打撃陣に感謝だね。打ちまくりじゃないですか。大勝だよ、本当に。イエス、これで連敗を止めたよ。14対4だって、もうこれはね、中日ファン今涙流してると思うよ。ねえ、悔しいだろうね。でもしゃあないんだよ。横浜は強いからね。はい、今日はこんな感じだね。あ、伊能くんっていうピッチャー今日投げたんだね。あ、そうなんだ。で、どこまで投げたの？どこまで投げてどんなピッチングしたの？俺の記憶によりはクソみたいなピッチングしかしなかったけどな。これで4勝目。いいね。何もしてないの。どうだい？勝てた気分は。何もやってないの？勝てた気分の気持ちいいだろう？ねえ。ねえ。わかる。すごくわかるよ。でもね、みんな知ってるからね。みんな真実知っとるからね。誰もお前のことなんか評価しねえし、次使おうとも思わねえしね。よかったな、これで勝てて。おめでとう。その4勝目を置かずにてめえなんてオナニーしてればいいんだよ、一人で。まともに抑えねえクソピッチャーがよ。さて今日は打つ方ではこんな感じ。20安打だね、素晴らしいよ、本当に。14点も入れたしね。後続投げたピッチャー。まあ、ノープレッシャー、本当何度も言うけど、このプレッシャーのない場面で打たれたら、本当に一人の人間として終わり、だと俺は思うよ。当たり前のことは当たり前のようにしただけだと思うんでね。まあ、ピッチャー陣は褒める要素はないです。今日に限っては。これだけ打ってもらったんですからね。野手が素晴らしい。これだけ爆発したのは5月初めてじゃないかな。おそらくそうだと思うよ。なかなかなかったからね、この爆発。お、松井が通算400二塁打を達成。これなかなかいないからね。すごいことだね。おめでとう。さて、じゃあ次回中日3連戦の3戦目になりますか。あら、リーグ4位に落ちてますね。あ、またこれ3球団が並んだ形になりましたよ。ほら、見て。
これ多いね。これいつ終わるんだろうね。なかなかね、この3球団ね、共に負け合ってるので。ね、でも、これ次回勝ったら一気に単独でリーグ2位に上がれるわけだからね。絶対勝っていきたいと思います。下とのゲーム差もだんだん縮まってきてるんでね。これ以上負けるわけにはいきませんでしょう。次回も中日3連戦の3戦目。ここで勝って2連勝といきたいと思いますので、明日の実況もお楽しみに。グッバイ、また会おう。